メヘディンチ県は、ルーマニアの県、オルテニア地方とバナト地方にまたがる。県とは、ドロベタイコールトゥルヌセベリン。南部は、ブルガリアのビディン州と、南西部は、セルビアのボルンと、北西は、カラシュセベリン県と、北東は、ゴルジュ県と、そして南東は、ドルジュ県と接する。日本語では、メヘディンチの表記もあり、こちらの方がより言語発音に近い。 2002年の調査では人口は30万6732人で人口密度は62平方キロメートル。県面積は4933平方キロメートルである。北西部には南カルパチア山脈の西の端である1500メートル以上のメヘリンチ山脈がある。標高は東部へ向かって低くなり丘陵を通過して ルーマニア平原の西端である高原地帯となる。南部はドナウ川が流れて水路や池のある幅の広い谷を形成する。その他の重要な河川は自由川の支流である東側のモトル川である。県西部を流れるチルナ川はオルテニアとバナとの間を通過する。エネルギー分野が県内で発展を続けている。ドナウ川流域には2つの大規模水力発電所がある。 ドロベタイコールトゥルヌセベリンには重水複合施設がある。県の主要産業には以下のものがある。県北部は石炭と銅の産出地である。県南部は農業が主であり、穀物生産が広範囲で行われている。野菜も生産され、ワイン生産と果樹園も重要である。県は二つの都市、三つの町、六十一の小自治体からなる。ありがとうございます。